はい、というわけで皆さんこんにちは。今日はね、こちらの中古プラレール、こいつをね、開けてきます。危ねえ危ねえ。というわけでね、こちらのフラキッズレアだろうかよーくわかりません。レアなんですかね。お値段300円、安いのか高いのかは知りません。値段安いのか高いのかは知りません。まあこんな感じ。まあ後で説明するわ。で、続いてこちら、500機へ。税込み800円です。税抜きでした。すいません。これ見た感じ新メガなんですよ。中古店でも新メガの時代になりましたね。よいしょ。ではライト付きながらね、試していきます。地味にね、持ってなかったんですよ。まあ、よかったんじゃないですか。続いてこちら、いっぱい箱を貸してた。一郎100円。安い。はい。というわけで、D51 の200。これをね、みんな買いました。ね、名前ね、書いてあるんですよ。逆光すぎるわかんか。レイって書いてあるんですよ。綾波レイの。絶対違うね。うん、はい。続いてはこちら。タンク車。多分これ、パーシーのじゃね。続いてこれ、優雅車。なんか、富士急のやつだね。写真載っけときます。写真載っけときます。はい、ネクスト。牛と、豚が出てくる。謎の貨車。同じようで、違う貨車。パート2。あれ。こっちどうわかんな。こっちだけ、開きます。開いた。何これ。ようわからん。最後にプラキッズ。何これ。じゃ、また見て、バイバーイ。